バズフィードやハフポスト読んで人生時間無駄にしてない。早く結婚しようぜ。ドワンゴの川上さんとね、FC2 の高橋さんもさ、いやあの戦争だけはなんか、まあ、オールド IT プラットフォームの老舗二巨頭だからさ、FC2 は違法なのを、ね、ポルノも扱ってきて、ドワンゴはやっぱ割と、まあ、もちろん違法アップロードも番外地みたいな感じだったけど、割と整理させてきたからな。よいしょ、それでは。豚しゃぶ、いただきます。お待ち。